はい、もう組織的犯罪会社であるということがですね、認定されたということで、まずもうジャニーズって名前やめろよっていう、話もありますし、ハロー YouTube、今日はですね、昨日発表されましたジャニーズ事務所のですね、第三者委員会ですね、まあ社内がオーダーしたみたいですけれども、元検事総長らをですね含むですね、内部調査、独立した内部調査委員会がジャニー喜多川さんのですね、ジャニーズジュニアに対するですね、性的虐待について、まあ認定をしたと。相当数の複数人に対してですね、そういったことをですね、まあかなり生々しくですね、そういうのがあったということをですね、認定しました。まあジャニーズの性加害についてはですね、本当に都市伝説レベルっていうか、まあ元ジャニーズジュニアとかいたんで、知り合いとかもいっぱいいるんで、まあ話半分に聞いてたっていうか、まああんまり興味ないんで、興味ないっていうのはその僕自身がそういうのに別に興味がないので、ああそうなんだって、やっぱりそういうのあるんだね、都市伝説じゃないんだねみたいな話をしてたりとかですね、まあ当事者じゃないってこともあってですね、そんなに深くは考えなかったんですけれども、これ多分みんな知ってたんですよね。今の社長の藤島ジュリーさんですか、母親のメリーさんもですね知ってたみたいな事実認定がされておりまして、まあまあ要は、ジャニーさんにそういう性癖があってですね、ジャニーズジュニアの合宿所と称してですね、まあ、やり部屋ですよね、を作ってたっていうことが本当に組織的犯罪ですよね、これね。はい、もう組織的犯罪会社であるということがですね、認定されたということで、まずもうジャニーズって名前やめろよっていう、話もありますし、相変わらずそのジャニーズのタレントにですね、依存しているテレビ局、マスコミはですね、まあ写真集とかカレンダーとかですね、そういうのもあるんで、出版社とかも割とだんまりを決め込んでるわけですけれども、まあね、それは儲けの源泉なわけですから、それを見つ見捨て放すのは嫌だと思ってるのかもしれないですけど、これ世界的な基準で言ったら、前もね、エプスタイン事件の話をしましたけれども、MIT メディアラボのですね、教授だったですね、ジョイ伊藤さんなんかはですね、もう、エプスタインから金をもらってたと、寄付金をもらってた、 MIT メディアラボはもらってたっていうだけだから、クビでも永久追放ですからね。まあこれが世界基準なんですね。で、内部調査委員会に関して言うと、その被害者の会みたいな感じのところもですね、あまりこう信用してないというかですね、そもそも藤島ジュリー社長は辞めて、それで無罪放免かよみたいな、ムカつくみたいな。責任取ってちゃんとそういった被害者に対する補償であったりとか謝罪であったりとか組織改革であったりとか、そういうその泥水を飲む作業をですねほっぽらかしてですね、社長辞めてお前だけなんかあれじゃん、株とかはまだ引き継いでるわけです、多分遺産相続してるんで。でそういう状況でよ、要は、まあ、ジャニーさんの親族が株を握った状態で、本当にちゃんと外部の人が経営改革できるのっていう話もあるわけですよね。だから、まあ、第三者のファンドとかで、そういったところに売却せざるを得ないかもしれないですけれども、外資系は少なくともこの傷んだ、要は犯罪者が作った会社っていう話になってしまいますので、まあ、処罰を受けてない、しかも、処罰を受けずまま死んだ、創業者が作った、会社、しかももしかしたら今でも性的虐待を受けてた人が在籍してるかもしれない会社、こういった会社をですね、買収する外資系のファンドとか多分ないと思うんですよね。そういったところも含めてどうやっていくのかっていうのは、まだ不透明な状況っていうのは続くのかなというふうに思います。内部調査委員会は意外とそのね、そういった経営陣とかそういったところに忖度せずにですね、事実を淡々と調査はしたんですけれども、結局マスコミとの蜜月関係ですか、ある意味共犯関係ですよね。だってジャニー喜多川さんがですね、性的虐待をしてることについてはですね、ほとんどの人たちが薄々気づいてたというか、事実としてまあそれはあるよねっていうふうに思ってた状態でですね、ジャニーズのタレントを売れるから儲かるからという理由でですね、起用し続けている、まあ未だに起用し続けてるわけですけれども、テレビ局とかマスコミ、出版社、こういったところっていうのはどうなんだと、罪はないのかと、まあ当然あるわけですよね。彼らがだんまりを決め込んでいた、そういった被害を訴えている人たちの声を見殺しにしてたからこそ、この被害というのはですね、もうつい最近まで、彼が亡くなるまで続いてたというふうに認定されてるわけですから、これは社会的にどうにかしなければいけない問題なのかなというふうに思います。これで幕引きにしようと思ってる姿勢はすごく見え見えなんですけれども、
国連の人権委員会等でもですね、問題にされてるので、やはりその世界的な、まあ、チャイルドアビュースの、とんでもねえ会社だというふうな認定というのはすでにされてるので、今後ね、ジャニーズ事務所のタレントをですね、国際的な、例えばネットフリックスみたいなプラットフォームは当然使えなくなると思いますし、相当厳しい、まあ、断捨離といいますかですね、組織改革、機構改革を行っていかないと、まず名前を変えなきゃいけないだろうし、社長はもちろん辞任だろうし、株主の体制も変えなきゃいけないだろうし、経営陣も変えなければいけない、コンプラの体制も作らなきゃいけない、めちゃくちゃ前途多難だと思うんですけど、キャッシュがあるうちにやった方がいいんじゃないかなっていうふうには思います。それでもですね、なおこのままの体制を維持しようとしている人たちが、たくさんそのテレビ局とかの経営陣にいるということがですね、この問題の根深さを、表しているのかなというふうに思います。ね、昔はもっと闇があったっていうふうにも言われますよね。例えばですね、そのダパンプとかですね、ライジングプロダクション、ダパンプ、ね、男性アイドルがヒットした途端に、その育ての親である平さんという社長が脱税で捕まって刑務所送りになったりとかですね、昔はですね、ビーイングっていう事務所がですね、オリコンチャートトップ20を独占みたいな状態の時にですね、その創業者の代表がですね、謎に大阪に引っ込んでしまったとかですね、もういろいろな、なんていうのかな、こう闇がですね、ジャニーズ事務所の裏にはですね、果てしない闇が広がっている。それはそのマスコミとかですね、もしかしたら政界の人たちとかにも広がってそうな感じはしますよね。多分皆さん想像してる通りだと思うんですよね。さっきのジャニーさんのその性的虐待疑惑についてもですね、多くの人たちがそういった噂は聞いたことあると思いますけど、まあ、実際に自分が当事者になってないので、動こうとなかなか動くインセンティブはないですよね。でテレビもそういったことなかったかのように、やってるジャニーズのタレントをね、起用し続けてるわけですからね。24時間テレビでもね、24時間テレビの前にこの発表すべきだったとかですね、これおそらくそれはそこにももちろん忖度はされてるんだと思うんですけれども、まあまだテレビはまだこのジャニーズの問題そのままスルーしてですね、闇に葬り去りたい、もうジャニー北川さんもいなくなっちゃったんでもういいじゃねえかみたいな感じで、そろそろ幕引きにしよう幕引きにしようと思ってるんでしょう、なのですが、国連の人権委員会とかでもヒアリングをされていたりとかするので、かなり強めの勧告が日本政府にも来るんじゃないかなというふうに思いますので、まあこの、本当はね、本当にこのタイミングで、ジャニーズの問題の闇というものはですね、本当はここで、ちゃんと海を出し切らなければいけないと思います。まあ、ジャニー北川さんが亡くなっていたからこそこういった問題が問題に実際にできたんだろうし、でも彼がいないからこそ、そういったその性的虐待の刑事責任をジャニー北川さんに問うことができない捜査機関も僕は情けないと思うし、僕らなんか何もないところからですね、いきなりですね、事件作られちゃったりとかするのにですね、ジャニー北川さんの疑惑なんて本当に民事訴訟でですね、やったっていうことがですね、裁判所で認定されてるにもかかわらず、捜査機関はですね、そういったジャニーズジュニアの人たちへの性的虐待疑惑でですね、刑事的な手続きを、ね、捜査機関が動かないって、ビッグモーターの問題とかもそうなんですけれども、何らかの忖度が働いてる。これはどうもマスコミが関係してるんじゃないかなと。ビッグモーターもですね、ものすごい膨大な広告をですね、投入してたわけで、まあ、あれがなくなるっていうのは、特にラジオ業界なんか結構苦しいんじゃないかなと思いますけれども、そういった忖度が十分に働いてる可能性っていうのはありますよね。ということで、まあ、せっかく火がついた、こういった、その、少年たちへのですね、性的虐待。この問題というのはですね、この機会にですね、本当に、徹底的にですね、暴いてほしいと思いますし、ここで幕引きにしてはいけない問題なのかなっていうふうに思いました。ね、本当に、被害に遭われた方々、まだまだその浮かばれないというかですね、そういう状況続くと思いますけれども、めげずに頑張ってほしいと思いますということで、今日はジャニーズのですね、性的虐待、まあ、疑惑についてですね、第三者委員会がですね、それを事実はあったということを認定したことについて解説いたしました。いってらっしゃい。それでもですね、なおこのままの体制を維持しようとしている人たちが、
たくさんそのテレビ局とかの経営陣にいるということがですね、この問題の根深さを、表しているのかなというふうに思います。